イボガイン。イボガインは、インドールアルカロイドの一種で長時間作用型の幻覚剤である。天然には、強畜等化の植物、特にイボが、タバーナンシーイボが、アフリカ西部産の多年生小灌木のコンピに多く、含まれる。オピオイドなど、薬物依存症の治療に用いられる。多量に摂取すると麻痺、痙攣、死につながることがある。古くは、 イボガの根の皮を噛むことによって摂取されていた。販売されている形態としては、イボガイン塩酸塩の結晶やインドラという抽出物が知られる。研究用には、結果のばらつきを減らすために、純粋なアルカロイドの形である塩酸塩が好まれる。インドラには、イボガの根が持つ13種のアルカロイドが含まれると言われ、アフリカの民間伝承で使われていた天然の 物により近い効果が得られる。1901年に、リボフスキと、ランドリン、及び、ハラーとヘッケルによって、それぞれ独立ニーボガから管理された。植物体の標本は1800年代中頃の、アフリカ、ガボンで採取されたもので、そこでは、ブイティと呼ばれる宗教の儀式に使われていた。前後をは1966年に、ビュッヒによって達成された。 それ以来いくつかの全合成経路が開拓されている。イボガインを物質使用障害の治療薬として利用することが最初に提案されたのは198年に認められたハワード・ロストフによるアメリカ合衆国特許である。イボガインがオピオイドからの離脱症状の緩和に効果を持つことはゼルジックラによるラットを用いた実験によって1988年に示された。 モルフィンの自己投与の回避に効果のあることがグリックラーの全臨床試験1991年によってまたコカインの自己投与を低減させられることがキャッペンディークラのラットの実験1993年によってそれぞれ示されているアルコール依存症の治療にも有効であるという動物実験の結果がレズバニにより1995年に報告されている 1990年代初頭に、は、イボガインの知見大相称を開始したが、私的財産権及び、資金の問題により難航している。薬物依存症の人の被験者において、イボガインがオピオイド離脱症状を緩和する効果を示すデータは、1999年に、アルパーラ、2000年に、マッシュラにより報じられている。 アメリカ国立薬物乱用研究所は1990年代初頭からイボガインの研究プロジェクトに資金援助を行っていた。しかし他の報告により非常に大量を投与すると脳に損傷を与える可能性がまた強症を持つ患者は致死性の不整脈を起こす可能性があるとされたこと、さらにイボガインに関する研究において不適切な。 予算使用が行われたことから、ニダは1995年に臨床研究へ発展させる試みを取りやめた。個別、間接的な資金提供は継続しており、しばしばイボガインに関する論文の市場発表に際し、助成金の教室ごととして、ニダが挙げられている。加えて、何年にもわたる研究成果と基本的手法の数々の大幅な変更により、 2006年8月17日、により資金提供を受けた研究チームが、カナダ地検審査委員会から長期的観測による事例研究を遂行することの無条件認可を得た。その研究では、バンクーバーのイボガセラピーハウスにおいて、イボガインを用いたオピエート依存症からの脱却、治療を求める延べ20人の被験者について、物質使用による変化などの調査を行う。 低用量では中程度の効果を持つ覚醒剤として採用する。高用量では幻覚や運動失調を伴う一時的症状が見られる。最もよく研究されている長期的な治療効果はオピオイドへの依存症を一部あるいは完全に停止させるのを助けるらしいというものである。また、オピオイドからの離脱症状を軽減する。イボガインがアルコールメタンフェタミン ニコチンなど他の薬物への依存症の治療に有効な可能性があり、物質依存、科学的依存ではなく死因性の依存に効果のあることを示唆する研究結も示されている。クラウディオナランホによって心理療法に補助的に用いられており、その仕事はザ・ヒーリング・ジャーニーに表されている。イボガインの薬理学は非常に複雑であり、 多数の異なる神経伝達物質系に同時に作用することが知られている。いずれの標的部位においても作用強度がかなり低いため強い効果を期待しないならば大抵体重 1kg あたり 5mg 複数の薬物依存に重度に陥っている場合には 30mgkg の容量で使われる。それ以上の量を人に対して用いた場合治療上有用であるのか 医学上危険であるか、単に持続時間が延びるだけなのかについては分かっていない。イボガインの作用基準として、脳の複側皮蓋屋で、グリア細胞由来神経栄養因子を活性化するという経路が提唱されている。この説はエタノールを用いたラットでの全臨床的研究に主に基づいており、そこでは 40mg、kg のイボガインを投与すると、GDNF による RNA 発現量が増加し、エタノールの摂取量を減らしても、神経毒性や細胞死が見られなかったとしている。イボガインは、アルファ 3β4 ニコチン性アセチルコリン受容体に、対する非協合的な受容体拮抗薬であり、中程度の神話力で結合する。他にもいくつかのアルファ 3β4 拮抗薬が、知られており、ブプロピオンやメカミラミンはニコチン依存症の治療に、 用いられている。この α3β4 拮抗作用から依存症を低減する効果が理解できる。α3β4 チャンネルとムガチャンネルは互いに似ており、関空中にあるそれらのチャンネルの結合部位には主自の同じリガンド、例えばデキストロメトルファンなどが結合する。多少古いものではあるがある研究では、イボガインの高依存症作用は、 無駄需要大気公約として作用することによる可能性があることを指摘している。しかしながら、18、メトキシコロナリジンなどのように、α3β4 チャンネルと無駄チャンネルに選択性を、持つリガンドには活性の前言は見られない。オピオイド及びグルタミン酸作動性の系に対する作用もイボガインの高依存症効果に寄与しているのではないかと考えられている。 イボガインで治療を受けた人は、投与後およそ1時間以内に、オピオイド離脱症状が急死したと報告している。イボガインは、弱い後 HT 受容体ジガンド、またシグマ受容体拮抗薬でもある。人体では、シトクロム P450 の 2D6 によって速やかに代謝される。したがって、イボガインそのものの効果が投与後に48時間以上続くことは期待できない。 人体での主要な代謝物は、ノルイボガイン12ヒドロキシイボガミンであり、これは、メトキシモトが、フェノール製のヒドロキシモトに置き換わった構造を持つ。イボガインとノルイボガインの排出半減期は共に、約30分である。イボガインは、死亡中に蓄積され、放出される際に、ノルイボガインに代謝されると考えられている。ノルイボガインの結晶中濃度は、 のボいインによりも高くなるため、より長時間にわたって検出され続けうる。代謝物であるノルイボガインはいくつかの受容体や輸送体に対する活性がより高い。ノルイボガインは、ほぼ確実に選択的セロトニン再取り込み阻害薬であり、カッパオピオイド受容体、ニューオピオイド受容体に対して、それぞれ中程度、あるいは弱い完全喫抗薬として働く。 それゆえメサドンのような化合物と同様に、オピエート補充療法に用いられ得る。また、イボガインの自覚効果を試験した、サイノラットによる薬物弁別試験において、ノルイボガインは、より強力な作用を持つことが示されている。イボガインの合成誘導体である18、メトキシコロナリジンは、選択的、アルファ 3β4 喫光薬である。神経学者、 スタンリー・グリックと科学者、マーチン・キューネによって共同開発された。薬物死壁をイボガインによって治療することを指示する者たちは公式、非公式な病院内での団体や自立支援団体を設立してきた。それらはカナダ、メキシコ、西インド諸島、コスタリカ、チェコ、フランス、スロベニア、オランダ、ブラジル、南アフリカ、イギリス、 ニュージーランドに存在し、イボガインを実験的な薬剤として利用している。イボガインの性質は完全には明らかになっていないものの、最も有効な治療法として10から2 0ログラムのイボガイン投与が想定されおり、これにより、オピエートからの離脱症状や欲求を立てることが分かっている。多くのイボガイン服用者は、白実務を見ている最中に、 彼らを薬物依存に駆り立てた原因であった個人的経験、あるいは彼らの持つ恐怖や負の感情に打ち勝つのを助けるような癒しの効果を持つ、神秘的幻覚を体験したと報告している。治療後に薬物を断っている時期の集中的なカウンセリングや治療は大きな顔を持つであろうとされている。オピエートや他の薬物への依存症を消失させるのにより大きな効果を持つ、 イボガインを用いた12から18ヶ月にわたる、第2、第3段階を必要とする患者もいる。少数のものは数日から数週間で、オピエート依存に完全に逆戻りしてしまう。イボガイン療法についての包括的論文として、ロストフによる科学的依存障害の治療にけるイボガイン、臨床における展望が知られ、方法、効果、後遺症の詳細が記されている。 2018年の研究によれば、1回のイボガイン治療によって、オピオイドの離脱症状を緩和し、12ヶ月後にも、使用の減少が継続していた。アルコールやベンゾジアゼピンからの離脱症状を軽減することはない。これらによる離脱は、接種前に、医学監督の下のもとで完了させる必要がある。1957年、千葉社。 ゲインノバルティスの薬学者であったヤーグ・シュナイダーは、イボガインが、モルヒネの鎮痛作用を強めることを見出した。さらなる研究は打ち切られ、千葉社の研究者によるイボガインオピオイド、相互作用におけるデータはそれ以来発表されていない。およそ50年後、パトリック・クローパとハッティウェルズは人におけるイボガインとオピオイドを併用することによる最初の治療方法を発表し、イボガインが、 オピオイド契約物への耐性を減少させることを示した。クローパラは、マルティニス・ブリンリー、アソシエーション・フォー・サイケデリック・スタディーズ市場で彼らの調査結果を発表し、管理された少量のイボガイン塩酸塩によってオピオイド耐性が減少したと述べている。イボガインのように、グリア細胞由来神経栄養因子の発現を促進する機質は、 パーキンソン病のような神経変性疾患の治療に対して恩恵をもたらすことが知られている。GDNF 群の他のリガンドもそれに類する神経変性疾患、例えば筋粛性即作効果症やアルツハイマー病などの治療に効果がある可能性を持つとされる。治療要領においては、イボガインは24から48時間の活性期間を持つが、しばしば生理的。 精神的な疲労をもたらし、運動失調を誘発する。これは20時間程度続き、より長引くこともある。悪心及びそれによる嘔吐は、ほとんど見られない。治療要領で起こる不快な症状は、イボガインを快楽目的の薬物として魅力に乏しいものとしている。より少量では覚醒剤としての効果を持つことが、知られている。肝腸でイボガインを摂取し、 内臓への副作用はなかったと報告する者もいる。イボガインは実験段階であって、未だ議論のさなかにあるものであり、治療中に致死性の不正脈が起こる可能性がある特殊な事例も示唆されている。そのような場合、患者からの自己申告があったにせよヘロインなど他の薬物を同時に摂取していたかどうかは不確かであり、また検視から確定的な証拠が得られないため、死亡率と イボガインの接種の間の因果関係を強く疑うべきである。イボガインの服用後は、心電図で不正脈が観測される。1990年から2008年にイボガインの接種に関連する死亡が報告され、すでに罹患していた、心臓病、アルコールやベンゾジアゼピンからの離脱による、発作、新鮮専門による死亡、乱用薬物の多剤併用に起因していた。 アルコールやオピオイドによる耐性を低下させるため、イボガイン接種後に、これらを同じように乱用するとオーバードーズする。双極性障害、統合失調症、転換などは、イボガイン著接種によって症状が悪化する、可能性がある。アメリカ合衆国において、イボガインは1966年に、LSD やメスカリンなどとともに、規制物質法において、スケジュール I に分類された。 それ以来、スウェーデン、デンマーク、ベルギー、スイスなど、他の国々にもイボガインの販売や所持を禁止した。2006年はじめ、スウェーデンにおいて、薬物依存抑止の目的に、イボガインを提供する問題のための非営利基金が、設立が決定された。アメリカの公共ラジオシリーズディス、アメリカンライフの放送で2006年12月1日の、 週のトピックとして取り上げられた。一か八かと題され、元薬物依存症の人物によるイボガインを使った、秘密の依存症治療サービスに関する告白が、述べられた。しかしながら、主要なメディアでは、イボガインの性質について、完全に誤解した、扱われ方をしている。ゴンゾジャーナリスト、ゴンゾジャーナリズムゴンゾジャーナリズムは独特の、 誇張表現の意であるハンター・トンプソンは、アメリカ民主党の大統領候補であった、エドマンド・マスキーは1972年の選挙、運動中に、イボガインを使用していた、などと主張した。この件は1972年のローリング・ストーン氏の記事にも収録されている。トンプソンは彼自身もイボガインを使っていたと述べている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。